神奈川中央交通東、藤沢営業所。神奈川中央交通東、藤沢営業所。神奈川中央交通東、藤沢営業所とは、神奈川県藤沢市辻道新町に所在する、神奈川中央交通の子会社、神奈川中央交通東の営業所ある。車庫の別称は、高山車庫。管轄する路線は、藤沢市内が中心で、一部は、 鎌倉市、横浜市、茅ヶ崎市に乗り入れる。もともと、神奈川中央交通藤沢営業所、略号、府という独立した営業所であったが、2005年4月16日より、藤沢勘那コバス、藤沢営業所へ全面委託するとともに、茅ヶ崎営業所が管轄する総社所に組織変更され、茅ヶ崎営業所藤沢総社所となった。 神奈川中央交通の営業所としては一旦廃止。2017年1月1日、神奈川中央交通グループの乗り合いバス事業再編に伴い、管理委託先を藤沢神奈港バスから神奈川中央交通東に変更し、神奈川中央交通東、藤沢営業所となる。所属車両に車番として表記される営業所の略号は引き続き、 を使用地の都合上、車庫が立体駐車場となっているのが、神奈中の他の車庫にはない特徴である。過去に、藤沢市高倉に、長保総者所、藤沢市用電に、ヨ田総社所が存在し、主に、藤沢市北部や綾瀬市の路線を管轄したが、綾瀬営業所の新設に伴い長保総者所は廃止、ヨ田総社所は、綾瀬営業所へ移管された。 藤沢駅北口を起点として、各方面へ向かうもののほか、全港駅、六海日大前駅発着路線や辻堂駅、発着路線、遠く大船駅西口発着の路線も存在する。以前は、藤川岡巡環線と天神町巡環線については、藤沢間な高バス神奈川中央交通東の直轄路線であったが、2017年12月16日に、 神奈川中央交通へ路線免許が移管され、現在はすべての担当路線が神奈川中央交通からの委託路線である。藤沢駅と日本製功やソニー等の工場を結ぶ通勤路線であると同時に、ソニー前及び高山車庫停留所付近に大型ショッピングセンター、湘南モールフィルママックス、湘南藤沢ショッピングセンターのアクセスも担う。藤沢駅を出ると、 東海道線沿いの始道をひたすら直進し、湘南モールフィルの先で右折し、高山車庫へ向かう。藤沢駅発着路線の出入庫も含まれるため、最短で3分間隔という高頻度で運行される。また、平日の藤沢駅発に深夜バスが1便運行されるが、こちらは工事の上村経由の方が1便多く、設定されている口事なお、 出入庫路線である関係で、以前は、神奈中と藤沢神奈港の共管路線とされていて、現在でも藤川岡巡管専用のエルガミオが運用につくこともある。2018年3月17日より、茅ヶ崎管轄の富士21が東京塔と並行するようになるが、藤沢駅北口での乗り場が異なる。日本西港の北側にある上村地区を経由する路線で、 案内状は、上村経由と案内される。藤沢駅から相尾町までは工術の東霊4、東霊6等と、同経路を走行、県道と塚茅ヶ崎線交差点を直進し、日本西高藤沢工場を反周する形で進み、途中右折、上村橋を渡り、高山交差点を、藤嶺には左折し、高山車庫へ、東霊3はそのまま直進し、辻堂駅方面へ向かう。 運行本数は、平日朝の藤沢駅行きは10から15分間隔での運行。それ以外は、毎時2から3本の運行となる。また、藤沢発の深夜バスが、平日2便運行される。富士0んは、毎時1本程度の運行であり、辻堂駅寄りの区間では、後日の東霊9、富士10と合わせて、毎時2本の運行となる。かつては、 江ノ電バスが一往復乗り入れていて、共通定期券の取り扱いがあった。愛い町の先の交差点で左折、東海道線の立橋を越えて、県道と塚茅ヶ崎線を進み、浜宮間交差点で、富士霊4は直進し、辻堂団地へ、東霊6は右折し、辻堂駅南口へ向かう。両系統ともに江ノ電バスと共感で、共通定期券の取り扱いがある。 東営業所管轄の路線で一番海寄りを走行する路線である。運行本数は東礼4が日中毎時4本でカンナ中とエノデンバスが交互に運行。平日の朝夕は便数が増え約7から10分間隔で運行される。こちらも両社で交互に運行されるがカンナ中担当便の方が若干多めに設定されている。また、 藤沢駅北口発の最終便が平日土曜日が23時台、休日が22時台後半とやや遅めである。対して、当例6は平日のみの運行で、土休日の運行はない。ちなみに、藤例4には深夜バスの設定がないが、後日の辻11がその役割を担う。藤沢駅から、藤沢市民病院を経由、国道六十七号線を北上し、 立石付近から旧道を通り、藤沢市西又の亀井の方面を結ぶ路線群。下屋敷湘南大駅東口間で、戸塚営業所管轄の小27を保管する。かつては、長後駅まで到達しており、長後駅発着便を中心に、綾瀬営業所との共管であった。路線のバリエーションも多かったが、1992年に富士51が開設。 湘南台駅、東口ロータリーへの乗り入れが開始されてから次第に、富士五十一に振り返られ、1996年に、長後駅東口や、西口、湘南台駅西口発着便が、廃止蒸気3つの系統にまとめられ、上で、綾瀬営業所が撤退、東営業所単独運行になる。メインは富士五十一で、富士五十八と合わせて、毎時にから三本の運行だが、 近年はさらに減便される傾向であり、土休日ダイヤで毎時一本の運行になる時間帯がある。また、歴史的経緯から就車が深夜23時台と比較的遅くまで運行される。富士59は早朝1往復のみの運行。藤沢市民病院は経由しない。1992年までこの系統群の路線全てが現在の富士59と同経路を走行。 富士六十のみ、県立藤沢高校前先を左折して、市民病院乗り入れていた。2014年1月14日新設。藤沢市、唐沢区画西陸駅と藤沢駅を結ぶ、循環路線。案内上唐沢循環と案内される。工日の船32とは異なり、藤沢郵便局前交差点を右折し、江ノ電バス式の森線と、 同経路を丘トンネルまで進みさせつ、水道道を通り、藤ヶ丘中央を経由して唐沢橋へ向かう。唐沢地区内は後日の船30、船31と同様、時計回りで循環し、藤ヶ丘中央経由で、藤沢駅へ戻る。経路上に江ノ電バス、東橋停留所があるが統計等は停車しない。運行本数は少なく、約45分に1本の運行である。 過去に、富士60系統が存在していたが、全く異なるものである。藤沢駅から、至近の高台に位置する富士河岡団地へ向かう路線で、藤沢勘奈高バスによって開業し、その後神奈川中央交通東の直轄路線として、運行されてきたが、2017年12月16日付で、神奈川中央交通本体へ、路線免許を移管。 現在は運行受託する形態となっている。基本的には富士101が富士ヶ丘地前行きを循環、富士102と富士103は朝ラッシュ時に交互に運行される。開業当初は湘南ロコ号の愛称のついた日野・リエッセが専属で使用されていたが、2009年頃から富士沢館那コカラーのイスズエルガミオが導入された。辻堂駅北口発着路線は、 ほとんどの路線が、綾瀬営業所管轄となっているが、前述の東霊3、東霊9、富士10のほか、以下の路線が東営業所管轄となっている。辻堂駅南口発着の路線は、江ノ電バス運行の路線がメインとなる。神奈中バスは、茅ヶ崎駅南口発着の辻霊2、辻12、辻13と藤沢駅発着の東霊6が乗り入れている。 江ノ電バスのエリアでもあり、共同運行の路線が多い。後日の大船駅西口発着路線に対しての出入庫路線にもなる。前行駅西口にあるバスロータリーから発着する。主に前行駅から少し離れた前行団地へ向かう路線がメインとなるが、藤沢駅より前日の富士36、富士46が発着する。なお、駅ロータリーが非常に狭いため、 運用前後に待機する場合は、前零後が通る、道路上で時間待ち等をすることがある。前高駅発着系統の回送ルートは、高山車庫、羽鳥対第6点北の谷前高団地で、前高団地から前零一や前零四で運用に入る。入庫回送も、この逆ルートを取る。また、第6点から前零三のルートに入る前高駅へ、回送されることもある。 ライフタウン発着路線の中では、運行本数が少なく、1日10往復前後である。6階日大前駅西側に位置する天神町地区を循環する路線群で、2003年10月16日に、藤沢神奈ナ港バス直轄の路線として開業を、その後神奈川中央交通東へ移管後、前日の藤川が丘循環線と同様に、神奈中本体へ路線免許を移管し、 管理住宅をしている。この路線群のうち、天神町会館前経由の便は、西回りと呼んで区別している。62.05は入庫用、63.06は出庫用である。通常は、天神、ミニバスと表記された、専用の小型バスが運用に入る。ただし2台のみの配置のため、時折中型車が運用に入ることもある。なお、 湘南看護専門学校前停留所は2014年4月1日に天神町会館前に改称された。この路線は他の藤沢営業所の路線から孤立しているため、運用の前後は62.05の終着後に高山車庫へ入庫改装、高山車庫から63.06の始発点へ出庫改装を行う。なお、一式上から、 IBM 前引く南霧原団地中央間は、経路が複雑で、一式のボルゲン、丸石 IBM 前から引く南霧原、団地中央という経路、湘南大駅発に至っては、通常車両が右折できない交差点を路線バスが、特例で曲がっていた場所が2カ所存在し、また交通補助標識は、現在も残されている。2003年9月末に廃止、 藤沢館那高バス時代は藤沢総社所として茅ヶ崎営業所の管理下にあったが現在は神奈川中央交通東の営業所となっていて全社神奈川中央交通から委託車両の配置取っている高速観光車特定車についてはかつての神奈川中央交通藤沢営業所時代は配備があったが現在はないかつてのモノコック車体の時代は4車の 平日最多区であったが、神奈川三菱不桑自動車販売が、カンナ中参加となってからは、卓同様、三菱不桑車の比率が上昇した。その過程において、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックス車は全滅、日野車もミニバスのリエッセが配属されるまで姿を、消していたが、藤沢市周辺地域は、伊須津自動車のお膝元との事情か、伊須津車。 純正車の投入が続けられていた。そのため、三菱不走者67%に、椅子社33%の構成比で長く推移していたが、三菱リコール学士で、三菱不走者の信用が失墜後、本区は椅子座車を選択できる有利さがあったこと、そして、椅子座の画像とも言える茅ヶ崎の管轄下となったことから、両者の構成比が縮まってきた。現在では、本区のみならず、 カンナ中全体でも、新車導入で、大型車は三菱不走車、中型車は、イスズ車を選択する傾向が見られる。ごく短い期間ではあったが、平成の初め頃と2000年代に入ってから、それぞれ、富士中高製車体のイスズ車が在籍していた時期があった。2018年3月現在、配置されている大型車は三菱不走。 エアロスターやイスズエルガのワンステップバスが中心である。ノンステップバスは2013年度以降藤沢市の補助により導入が進められてり、大型車は三菱不走、エアロスターが23台、イスズエルガが4台配置、中型車はイスズエルガミオが4台配置、小型車は天神町循環専用の日のポンチョが2台配置されている。以前は三菱不走、エアロミティノンステップ、 KKMJ27HL が3台配置されていたが、2016年6月に、イスズエルガミオノンステップバスに置き換えられた。小型車も、三菱不走、エアロム DME、KKME17DF が2台配置されていたが、2017年1月に、マイオカから、ヒノ・ポンチョが転属され、それを置き換えられた。二千十三年六月より、本区の一部車両でも、 運転席後方にモニターが設置され、ニュース、天気予報、広告などが放映される、悲しい H のサービスが実施されている。所属車両に搭載される LED 行き先表示器は、交通電業者制を、運賃箱、整理券発行機、LCD 運賃表示器は、レシップ製を使用する。なお、この組み合わせは、遠くから分布した、あやせも同一である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。